おつねんトンボは、トンボ目、アオイトトンボかおつねんトンボ属に属する糸ト,トンボの一種。トンボの多くが、ヤゴとして越冬するが、本種は、成虫のまま越冬することが知られている。メス成虫のまま越冬する数少ないトンボ。越年トンボと呼ばれる一つの種で、和名のオツネンは、成虫のまま越冬することに由来する。体色は、淡い褐色で、 雌雄ともに成熟過程で腹眼が青くなるだけで、ほとんど体色が変化しない。体長は、オスが37から41ミリメートル、メスが35から41ミリメートル。羽には、青銅色の斑紋があり、甲子長は、オスが20から24ミリメートル、メスが21から24ミリメートル。ヤゴのオエラは3枚で、この葉の形状。河川や池などに生息。 成熟したオスは縄張りを持ち、羽を閉じて、水辺で静止している。ヤゴの全長は、約27ミリメートルで、細身を常トンボに似ている。本種の学名が、同族のシンピコマ・アニオレット・セレス、1877やシンピコマ・ストライタ・ストリート・クエンティン、1963と混乱されていたことがあった。連結ンランの期間は1から2週間ほどで、 年に一回の産卵を行う。野ゴの期間は1.5から3ヶ月。7から9月に野ゴが羽化して成虫となり未熟のまま越冬し翌年交尾して植物の組織内に卵を産みつける。陶器は主に山林の木の川の間や建物の隙間などで越冬する。越冬するオツネんとんの生存率は諸説あるが、年によって 生存率が変動するものと考えられている。春になると成熟し、副眼が青色になる。ヨーロッパ、ロシア、中央アジア、中国、朝鮮半島及び日本の北海道、本州、四国、九州北部に分布する。大分県が日本の分布の南限。平地から山地にかけて、注水植物が多く生育する明るい池や沼に分布する。 水質を抱くや土地開発の影響を受けやすく個体数を減らしている地域もある。例えばオランダでも個体数や生息域が減少している。日本では以下の多数の都道府県によりレッドリストの指定を受けている。関東地方と北陸地方などで減損が確認できる産地が激減している地域がある。細身をつトンボのメスインダレステスペレグリヌス。ありがとうございます。